民主党政権がね、まあ例えば松本龍さんのね、2011年も13年前ですけどね、書いたら終わりみたいなね、ことまあやってたと。じゃあその後どうなったかというとね、まあやっぱりなんかマスコミはね、そんなことされたのに民主党政権好きみたいでね、ついこの間もですね、島根一区の補選でね、公選法違反の個別訪問という表記をしてね、で、取材したら個別訪問って言ってましたと。ローラー作戦でした。あ、ローラー作戦間違いでしたみたいな感じ。何回か訂正しましたよね。選挙違反の指摘を受けてからなんでしょうけれども、事実ならですね、まあ本当に選挙違反で当選無効となるような大事故なんですが、なんかマスコミ側がね、まあこれテレビ朝日ですけどね、テレビ朝日側が忖度してそれを引っ込めるという、なんかよくわからないことが起こっていると。で、さらにね、これに先立つこと、3月14日ね、玉川徹さんね、もうテレビ朝日辞めてますけど、まあ元テレビ朝日の玉川徹さんがですね、こんなこと言ってると。立憲民主党の問題は別に取り上げなくてもいいと。権力持ってるのは自民党政権ですから、と言ったですね。ひいきの引き倒しみたいな発言をしてるんですよね。まあ、その時玉川さんどう言ってたかというとね、こうやっていろんなものが自民党の中から出てくるっていうことは、誰かが流してるわけじゃなくて、エッフェル塔の写真だってわざわざ自分で SNS でアップしてんですからね。そのようなことなんで、何か大きな流れが、やっぱり水は淀むと腐る。権力は腐敗するっていうふうに思いますよね、みたいなことを言った後ですね、田崎さんからね、自民党審議案されて叱るべきだけど、じゃあ補完委員会と言われたらですね、今権力を持っているのは自民党ですから、政治っていうのはね、よりマシな方を選ぶっていうことなんだと思います。だから両方問題があるってね、言ったら何も選べなくなっちゃうんで、だからどっちの方がよりマシか、より悪いことかっていうのを有権者は考えるべきなんだろうなというふうに思いますね、と。まあすごいね、ある種椿発言みたいな感じになってますけどね、まあ、こんなようになってるということです。で、そのね、まあ立憲民主党なんですけど、パンパカ公務店さんというね、面白いイラスト描いてる人がね、この立憲民主党からね、刑事告訴されてね、最終的にはまあ不起訴となったんですけれども、その過程でね、和解をしようといろいろ申し入れたんだけれども、まあ、向こうはもう完全にこのパンパカ公務店さんを潰す気でね、和解に応じなくて、全面的な謝罪というかですね、まあこれを求めてきたと。これひでえ話だなと思います。個人をガチで潰しに来るのかと。弁護士と、これね、ちょっとパンパカさんのノート今読みますけど、弁護士と検察との本格的なね、この和解に向けたやり取りが始まると。立憲側は厳罰を求めていたようだ。被害者感情がすごく大きいとのこと。検察からは有罪を認めるなら略式起訴にすることも検討しないではないと。公判のリスクは顔も名前も晒される可能性。逃亡の危険があると判断されれば身柄の拘束もあり得ること。金銭的に困窮している身でどこまで戦えるのか、うんぬんと。ありましてですね。で、弁護士から本件は、社会的には、公判で争い、正義を貫く意思を大きいという面はあると説明されると。そうなれば憲法論にもなり、憲法学者にも意見書を書いてもらったら、うぬんと。大変大変だということを言われたんですけれども、最終的にはですね、検察の判断の遅さ、忙しさもありですね、今年に入って、まあ、やり取りが続きですね、まあ、最終的には不起訴処分になったということなんですね。相手側の弁護士との話では、条件は金銭ではないとね、和解するにあたってね、示談するにあたってね、こちらのロゴの謝罪はすると伝えたが、向こうはそれでは無理、全面的な謝罪でないと無理だとね、示談の話はないということが確認できたんで、しょうがないと、じゃあ検察に判断を委ねますかということで委ねて、まあ、最終的にまあ、不起訴処分が決まったと。金銭の問題ではないと、全面的な謝罪という、ということでね、あ、高等がこうやって一般人を追い詰めると、なんか2011年のね、書いたら終わりみたいなのがこうホストねされるんですけども、大丈夫なんですかね。補選でね、立憲民主党3連勝でしたけれども、その民主党的なものをね、今引きずってというか引き継いでるのがこの立憲民主党なんで、皆さんよくお考えいただいた方がいいのかなというふうに思いました。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方お願いします。最後にね、私のことを特に応援したいという方、Thanks ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にぜひ遊びに来てください。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー!